ゾウさんっす。ゾウさん、はい、ゾウさん、どんなゲームかっていうと、はい、ボタンを押してゾウさんと触れ合いましょう、うん、ストーリーは、かわいいが世界を救うと書いてありますゾウさんやってみます。はい、ちょっとやってみます。はいはいはい、話してみますか。いいですか。はい、まずこれボタン3つありますね。そうっすね。まずお話からいこうかな。うん、パオン、パオン、オッケー。お歌いっていいですか。うん、パオン、あ、可愛い。うん、中止。パオン、ちょっと待って、照れてるよ。ちょっと照れた。うん、ティッシュ行ってみる。僕行ってます。ゾウさんとお話ししてみます。うん、パオン、はいはいはい、お歌歌ってね。うん、お歌歌いましょう。うん、パオン、うん、お歌、あ、お歌かわいい。でも、うん、ちょっと癒される。そうやね、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 ちょっと癒される。これちょっと可愛いね。これ可愛いね。これ可愛いね。なるほどね。なるほどね。つまりあれですよね。なんかちょっと疲れた時とかにちょっとスッとゾウさん立ち上げて、ゾウさんじゃあちょっとお話しよっかっつって話して、うん、パオーンとか可愛いなこいつっつって、やるなこいつっつって、でお歌歌ってっつってパオーンって。いや、かわいいっすよ、これは。もう癒されますね、ほんとにね。でもちょっと、癒される。これは癒されるわ。なんかさ、複雑なゲームとかいっぱい出てるけど、こういうことなんかもしれんよ。そうやね。なんかそう、やれ、ね、なんか難しい感じでガーってやるんじゃなくて、ちょっと歌っても、一緒に歌おうっつって、パオーン。方がね、うん、でもゾウさんが、うん、確かに地味に可愛いよ。これ可愛いよ。ちゅってこれ一番可愛いんだよな。照れてるもんな。いや、うん、そうですね。このパオーンからのパオンって感じ。可愛いっす、ね。可愛いっすね。ゾウさん可愛かったっすね。まあ、確かにね、本当に、はい、久々ね、ちゃんと動物見れたから俺も。そうっすね。接する機会ないからね、動物と。ちょっと確かに可愛いっすね。うん、これありかもしれない。うん、